はい、どうもクワです。今回はですね、台湾のまとめの動画でございます。まあね、2020年一発目じゃないや、2発目の海外ということでね、先月も実はっていうか動画上がってると思いますが、台湾に来て撮影させてもらって、直木坂のライブに行ったりして、台湾公演行ったりして、楽しんだばっかりだったんですけども、今回もね、ランタンフェスティバルがあるということで台湾に来てしまいました。一番最初、前回のパターンと同じように金曜日の夜に日本から出て、今土曜日の早朝というか深夜 AM2 時とか3時とかに台湾に着く予定だったんですけど、僕がね、ズボラで怠惰なもので、結局飛行機を取り忘れてて、土曜日の朝に出て昼ぐらいに着くっていう便しか取れなかった。到着した日はもう丸々1日使えたってわけではなかったんですけども、そのままね、シーフェン、日本語で10に9分の分と書いて、米辺に分ですね、何分、1分、2分、3分の分と書いてシーフェンに行って、天にあげるスカイランタンフェスティバルを見てきました。結構ね、場所取りがもう競争が激しくて、もうずーっとね、三脚が並んでんの困るわ、ほんと。あの三脚のね、争奪ってもう本当に最初に三脚置いとけばよかったって思うんですけど、会場に入ってなかったんで、どんな感じなのかっていうのが分かんなかったんでね、三脚うまく取れなかったんですけど、場所を、最終的にね、前にいた、なんて言ったかな、台南、一番南のパートの台湾から来たおばちゃんが一番いいポジション譲ってくれた。本当にありがとう。でね、そのおばちゃんはなんだろうね、あの感じでもう英語ベラベラなのよ。あの感じでって言ったらマジで失礼だけど、もう英語ベラベラで、おばちゃんがね、途中ね、みんなにクッキー配ってて、俺だけ食べたんですよ。でなんかそれから俺にすごいよくしてもらって、まあ、もらったもんは食べるべきだなと、配ってたものはいただく、ありがたくいただくべきだなと、なんか痛感した事柄でございました。台湾のランタンフェスティバルはね、本当に動画も出てると思いますが、かなり綺麗。まあ規模感的にはそんなに大きくないのかもしれないけど、多分タイとかもあるよね、なんかそういうランタンフェスみたいのが。そういう規模感に比べると、まあなんかちょっとちっちゃいのかなとは思うんですけども、ちゃんとしっかり上がっていく姿とか見ると、なんかやっぱりなんか行ってよかったなって思いました。なんか映像で見るのと生で見るのってやっぱりなんかこう違うなっていうふうに思いました。でまあ台北から次の日はですね、台中に移動して、ここでもね、いろいろ台中散策というか、虹の村、84歳の頃からですね、おじいちゃんが一人で村にペイントし始めたっていう虹の村に行ったり、あとまあ一中街、友達のすごい地元とかにも行ったりもして、そういうなんか友達の思い出とかを共有できたのもすごい良かったなと思っております。全然台中は正直あんまり入れなかったんですけども、その日の終わりには上に飛ばさない方の台湾ランタンフェスティバルってもうかなりでかい会場で、やってるランタンフェスがあって、そこにもちょっと参加っていうか、入場無料なんでね、足を伸ばして行ってみたり、そのほんと台中から、まあ、40分ぐらいかかったんですけども、かなり良かったとしか言いようがない。なんかあれをね、あの規模を無料でやれるっていうのがどう考えてもすごい。どっから金出てんのみたいな。寄付にせよすごい、政府が出したにせよすごいっていう話ですよね。まあもちろんコンテストとかもやっていて、ランタン作って出品する人はいくらとかあるのかもしれないですけど、まあ日本からもね、チーバくんとか、千葉県のチーバくんとか、あとは漫画っていうことでコナンがいたりとか、いろいろいたりしました。まあ本当に会場の規模も広くて、さまざまなランタンがあったんで、見てて正直飽きないレベル。一周ぐるーっとね、ゆっくり回って、写真撮ったりしながら回って、まあ、1時間半から2時間ぐらいで、その横になんか出店みたいなのが出てきて、夜市みたいな感じになってたりとか、そこでねご飯を食べるだけでもお腹いっぱいなのよ。なんでね、かなり楽しめたランタンフェスティバル。あんまりそういうなんか人が作ったものとかあんまり好きじゃないんですけど、なんか自然にあった方が美しいなと思うので。だけどなんかこう人が作って、こうあんだけの規模でやられて、さすがにねちょっとすごいなっていうふうに思いました。で、その日のうちにもう日帰りだったんで、台中からは帰ってきて、まあゆっくりして寝て、で実質最終日みたいなところで3日目はいろいろね、おすすめされたところに行ってみたっていう普通の観光のビデオになってます。で普通の観光のビデオって言っても、なんか別に本当に僕はネットで調べてずっと行って、まあ、牛肉麺とか餃子とか
そういう定番なご飯から始まり、中山堂、龍山寺、ドラゴンの龍に山って書いて寺って書くっていう、でもなんか恋愛とかなんかそういうパワースポットでもあるっていうところで、なんかちょっと参拝したりとかぐるぐる回ってみたりしました。でその後はね、取り切れてなかったインタビューとかを西の門と書いて西面っていうのかなに行って撮ったりして、台湾人と交流を図れたかなと個人的には思っております。結構英語を台中の人は話せなかったんですけど、台北の人はね異文化に触れてる感があって、まあこんだけ違うのかっていうぐらい結構喋れてくれて、まあもちろん喋れない人も中にはいるんですけど、台北の人はなんか結構いろんなことを答えてくれてすごい盛り上がったりもしました。まあ、もちろんね台中で英語喋れない人とか、まあ、台北で英語喋れない人とかも僕にとってはよくわからない中国語と、台湾の人にとってはよくわからない英語と日本語で、結構それはそれで、まあ、楽しい思い出というか、僕そういうのなんかそういう異文化が交流してるっていう感覚がすごい好きなので、すごい楽しかったです。でその後は占い横丁に行って占いをしてきました。日本語が喋れる先生で、過去にはねバナナマンとかカンニングの竹山とか、様々な人を見てるみたいで、結構当たってるのと当たってないのと半分半分だなって思いつつ、占いなんてそんなもんじゃないですか。もう一回あなたに彼女ができたらとか、いい人ができたらもう一回おいでっていう風に言われたんで、また来ますなんて言って帰ってきたんですけど、まあ今度はねいい人連れて一緒に行きたいなと思います。内容的には仕事運と、まあ、恋愛運みたいなところを占ってもらったんですけど、占いっていうかもうただ教える人みたいな、運勢こうですよの人だから、なんかまあ別に占ってもらったっていう感覚がちょっとあんまりなかったかなとは思いましたけど、まあでもそれはそれでいい経験になったかなと思ってます。でまあまあスーパーでお土産買ったりして、夜景見に行ったりして、で最後はね心理ナイトマーケットに行って、で、まあ、臭豆腐とか、それこそもう一回ルーローハンとかで、ビール飲みながら野菜炒め、やれビール飲みながら小籠包、やれビール飲みながらルーローハン、やれやれ美味しい、もうずっと美味しいのよ、やれやれ美味しい、ほんとまずいって感情がね一回もないね。臭豆腐はちょっと苦手だったけど、別にまずいっていう感情ではないけど、なんだよ、なんかあんま得意ではないっていう感情でした。なんか別に美味しくないとかまずーとかっていう風には思ってではなかったです。今後来た時もね、もう一回、まあ、夜市なんかお祭り感覚のあの感じがすごい好きで、夜市にもう一回来たいなとは思います。まあ台湾に僕住んでもいいなぐらいのすごい楽しい感じでした。最終日は10時の飛行機なので、8時には工場にいなきゃいけないので、7時とかにはね出ようとは思ってます。まあ全体的な旅の感想は楽しいとしか言いようがないというか、まあ、友達にねこういろいろ教えてもらいながら旅してたんで、別に何も困ることなかったし、困ったらちょっと電話してたし、すごい楽しかったです全体的に。なのでね、また次の旅は来月できたらいいかなと、韓国行けたらいいかなって思ってて、韓国ではね韓国料理を食べまくるのと、カジノ行くのと、あとまあインタビューもするのと、なかなかいろいろコンテンツは考えていこうかなとは思っているので、韓国にも楽しいことがあるといいなと思っております。まあそれまでにね DIY の動画とかも上げると思いますので、チャンネル登録とグッドボタン押していただければすごい嬉しく思います。ではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。